俺の名前は猫宮守、拘置所にて囚人を監視し続けている刑務官だ。そんな俺は今日も運動する囚人たちを眺めていた。疲れた。ただこうして眺めていることの何が疲れるのかと思うかもしれないが、監視だけなら俺だってこんな疲れてはいない。おい、こらちょっと待てよ。この話せ。囚人たちに罵られたり、時には暴力を振るわれたりと、散々な目に遭うこともしばしば。夜勤をしたら24時間勤務だし、そんな中でも武道訓練が行われるのが本当にしんどい。ほらほら、かかってこい。とまあこんな感じで、刑務官ってのは肉体的にも精神的にも来るものがあるのだ。そんな中、刑務官にとって最も精神を摩耗させるであろうことが回ってきた。ねえ小宮守、お前次の死刑執行係な。うねたざんまいネタ三昧。準備。ああ、ついにこの時が来たか。死刑囚の執行日が決まったということで、今日は念入りに刑場の掃除。刑場の掃除自体はいつもの業務の一つだけど、ここで本当に執行が行われるって考えたら、なんだか重苦しい気分だった。特に首を絞める用のロープの調整をする時なんて、生々しさが半端じゃない。3日後には、ここに死刑囚が釣られるのだ。おい、次はボタン室のチェックするぞ。ああ、わかった。形状は3つの区画からなっている。一番奥が祭壇に置かれた教会用の部屋。そこからカーテンを挟んで俺たちが今いるロープ、仕掛け床があるここ執行室につながり、外に出て執行を見届ける立ち会い室がある。そして俺たち執行人が当日いる場所が執行部屋の壁の向こうにあるボタン室だ。これを押せば死刑執行か。執行人は3人。押せという合図に合わせて全員がこのボタンを一斉に押すことによって刑が執行。死刑囚が乗る床が外れて首が締まるという仕組みだ。相手は死刑囚だからとはいえ、自分の手で人が死ぬと思えば手も震えてくる。ああ、気が重い。当日。そして死刑執行当日。おい、出てこい。やだ、まだ死にたくねえ。死刑囚であっても人、死にたくないんだろう。牢の中でずっと怯えている死刑囚はいくらでもいるし、この死刑囚も類に漏れない。執行部屋までの廊下にたどり着くまでずっと泣きわめいていた。ありがとうございます、行ってきます。ほら早く進め。1秒でも長く行きたいんだな。執行。その後わずか数メートルの廊下を十数分かけて歩いた死刑囚。最後の道を歩む姿に胸が苦しくなった俺はもうボタン室にて待機していた。そしてついにその時は来た。最後に言い残すことはないか。来た、はあ、落ち着け落ち着け。手が冷たい、体が震える。このボタン数センチを押し込めば人が死ぬ。覚悟を決めろ猫宮守、相手は死刑囚、それ相応のことをやってきた人間だ。それと同時に合図が来た。押せ。そして、はあ、執行は終わった。あの後は遺体を回収して遺体安置所まで運び、手当2万円をもらって俺たち執行人の仕事は終了。その後はずっと呆然自失としていて、気づけば次の日の出勤時になっていた。手にはまだ遺体のぬくもりが残っている気がする。自分たちで死刑のボタンを押し、自分たちでそれを回収。はっきり言って、これまでの刑務官人生での苦労が霞むくらい精神的疲労がそこにはあった。これだけやっても
月給20万円。それもきついな。値段じゃないかもしれないけど、たった一回の執行でこれだ。もろもろ含めて割に合わない気がするし、続けていてこの先どうなるか分かったもんじゃない。実際、精神を病む人だって多いらしいのだ。職務とはいえ、俺がやったことは正しかったのか。そんな悩みを抱きながら、俺の刑務官としての日常は今日も続いていく。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。